おはようございます。本日は2024年春、久々の畑にやってきました。さあご覧ください。ゼンマイがちゃんと出てきております。ただしココメはもしかしたら死んでるでしょう。ダメですね、ココメは多分おそらく全滅でしょう。はい、そしてまあニンニクはねいい感じになってるんですけども、タラの芽、タラの芽はねすごいですね。ここら辺真ん中取りましょう。はい、そしてこれ、あ、いいですね、いいタラの芽です。そしてここもねいっぱいになってますんでね、うん、取っていきたいなというふうに思います。はい、アシスタントのクリさん、ちょっとここで持ってください、カメラを持ってて、こうやって、はい、ずっと持ってるんだよ。分かった、動かされんよ。楽しい、あんた眩しくても大丈夫。さあ、それでは撮ります。せーの、よいしょ。はい、撮れました。さあ、こんな感じでいっぱい撮っていきたいと思います。ここに2個いって、はい、いい大きさですね。このぐらいだったらちょうど天ぷらになるんじゃないでしょうか。お昼天ぷらするっていうね。はい、ちょっと持ってて。じゃあ私が上に登りますから。いや、眩しいんですけど。え、眩しくていいの。なんで。ちゃんと上取ってて。リクさんを取っててください。リクさんが上に上がりますから。分かった？うん。ちゃんと持ってて上を。どこまで？ここの上に取ってて。これ危ないな。これ危ないな。こうするか。新種がね、ダメかな。ね、一番上ってんの難しいんだけど、一番上に上がりました。ここにもゼンマイがいる。ちゃんと画面を見てなさい、あなたは。ほら、ゼンマイだよ、これ。ゼンマイってない。酸素。おいしいの？こういうの取ります。次、こっち。ほら、おいで。ほら、おいで。こっち。踏まないように、ちゃんとカメラを手で向ける。しっかり動かさない。うん。あったあった。あ、そこね。これもどっちなのか。気をつけてください、気をつけて。そっちから来ればいいじゃん。カメラをちゃんと向ける。カメラを両手で持つ。ここ撮る。ここ。ほら、しっかり向ける。ほら、ここ、うん、よし、すごい、すごい量だね。うん、てかこのこれなんだろう、しっかり向かう。そうだよ、はい、おいしいの、いっぱい取れましたと。はい、はい、そんな感じでたくさん取れましたと。こんだけ取れればね、天ぷら1回分にはなるでしょう。いいんじゃないでしょうか。ちょっと並べてみましょうか、コーンポスターの上に。並べてください、クリさん。綺麗に並べてください。うん、どんどん並べて。はい、種類違う。種類一緒だよ、これ全部。うん、あ、そうなんだ。なんかこれ一番少なくて、ただ手洗うんだよ、ちゃんと。ここら辺でいいよ。うん、上に重なっていいなら僕持ってみる。こうして、こうして、なんかこれ見えなってるんですか、わかんないの。うん、できました。そんな感じでね。あとはですね、実はこっち、ここはですね、うん、山うどのエリアなんですけども、今日ね朝確認したらね、もう芽が出てたんでね、ちょっと土をかぶしました、私は。ここら辺ですね。どこだ、あ、いたいたいた。なんだ
それが山うどですね。早いですね、今年はね。ちょっとね、過食部を増やすために、こう土をかぶしてね、食べれる分を増やそうというね、そういう戦術をね、今年も取っていきたいなというふうに思います。柔らかい土をかぶしてね。はい。気をつけなさい。さあ、そんな感じで、在来種のニンニクもね、生えておりますし、まあ、ここもうどですね。まあ、ここも生きてますね、山うど。これ山うどですね。食べられる山菜で。はい、そこら辺で。まあね、今年はね、全部ね、サラメの方で、ね、取っていきたいと思います。あれも取っちゃおうか。ちっちゃいけど取っちゃおうか。ちょっとちっちゃいですけどね。このぐらいが美味しいという人もいますから。ね、こんな感じで。そうなの？うん、そうだよね。肥料だね。さあ、いいですね。ニンニクもいい感じ。アスパラはまだ出てこない感じですね。アスパラはまだ出てこない感じ。はい。こちらもね、まだまだといった。そうですね。コゴメはダメだね。出てこない。雨が少ないからかな。うん。ここは微妙に生きてるかもしれないね。ちょっと水やれば復活するかも。あとで水まくか。オッケー。まあそんな感じで。でもシンガポールさ、昨日やったからさ、なんかさ、あの、多分、雨季だったから、普通はシンガポールだから、スパイスだったから。へぇー。環境に入れずに。こういうの本当にいいようになるんだ。かわいい。いいようになるよ。本当は細かくしながらなきゃ。それではこんなところで今日は終わりにしたいなと思います。踏まないようにね。はい。じゃあ最後にご挨拶お願いします。クリさん。それでは明日も。なんて言うの？え？それでは明日もやるぞー。あー。やるぞ。ごめんね。